三河明駅は、かつて、愛知県北南市敷崎町一丁目にあった、名古屋鉄道三河線の駅である。三河鉄道は、大浜港駅から平坂方面へ路線を延伸する際、当初の計画では多摩、ま、通浦海水浴場への輸送を考慮した海岸沿いのルートで、西尾鉄道港前駅に至る予定であった。一方、棚尾町が、同時期に、 三河鉄道に対して、駅設置の誘致運動を展開しており、延伸のための用地提供を提言していた。資金繰りが苦しかった三河鉄道は、この提案を受けて、ルートを変更したが、大浜港駅から見て、南に位置する玉、通来駅と、ほぼ東に位置する三河朝日駅などを一本の線路で結んだため、線形が S 字状に蛇行する形となってしまった。 この線形のため、かつては、三河明駅で、上り列車に乗り遅れた場合、三つ先の壁南駅や四つ、先の新菅駅まで自転車で移動すれば、壁南駅で交換停車することもあって逃した列車に追いつけたという。島式ホーム一面二線で、列車交換可能であったが、晩年は一面一線のみになっていた。ありがとうございます。